ニュースポストセブンです。不倫は繰り返されていました。広末涼子さんの不倫報道を受け、記者会見を開いた夫のキャンドル・ジュン氏。会見では明かされなかったジュン氏が疑った余罪がありました。広末さんの知人によると、共演歴のあるモデル出身の国際派俳優との関係を疑ったことがあるようですとのこと。育児と仕事を両立するため、仕事相手を自宅に招いて打ち合わせや稽古をすることもあったという広末さん。その過程でキャンドル氏にとって疑わしい出来事が起きたようです。ニュースポストセブン。